ってしまいましたね。いやーやばい、まあ、ついに僕らのとある動画が、うん、年齢制限に引っかかると。この健全なチャンネルで、まあそうだね、ついにこう年齢制限かかる動画ができてしまったと。東海オンエアとカリブラとやったエロそうでエロくないこと対決が引っかかってしまったと。いや意味わからんもん。それかついにエロそうでエロくないシリーズが謎の年齢制限にかかってしまった。やばいって本当に謎。バイリンガル。にゃんこ、こにゃんこ、まごにゃんこ、にゃんこ、こま…えぇ、ー、ちょっと待って、チンコ、金玉、チンコ、はい、だからログインしてなおかつ18歳以上の人しか見れないと。H、 下品な言葉。はい、言ってません。確実言ってない。なるほど。せーの、はい、2、うん、暴力的でショッキングな映像。あ、それは関係ない、これ関係ない、関係ない。3、はい、有害な活動や危険な活動を含む描写。あ、絶対ない、本当にない。いやいやいや、何してるんですか。4、はい、性的内容を示唆するコンテンツ。ん、いや、ないって言ってよ。あ、そう、ないって言ってよ。ないんやって。ない、ない、ないよな。性的内容を示唆することな、ないよな。まあ、今日は新鮮な中トロと大トロの他にスカトロがあるよ。スカトロがあるよ。まあ、なんか手違いだと思うんですよね。まあ、そうだね。やっぱり、エロそうでエロくないやから。確かに確かに。2年前とかなんか言うて。そうだね。2年前。2年前夏ぐらいで。だから2年前だから、まあちょっと、あんま覚えてないっていうか、正直。まあ、そうだね。絶対大丈夫なんだよ。大丈夫だね。絶対大丈夫。本当に。いきまーす。よーい、スタート。北のうちたちのフェイトです。あ、いいね。いや、もう、東海の。出てない。どうもこんばんは。カリスマブラザーズの。白いやつ。結構濃厚で白いやつを、口2周目は含んでやっていきたいと思います。白いやつ。これ大丈夫でしょ、全然大丈夫。牛乳を説明しただけでしょ。だってほら、直接言う、エロは禁止って書いてる。あ、笑っちゃダメなんだね。そうです、そうです。最後にちゃんと動くんすね。いやいやいや、だって、ちゃんと飲み切るって言うんでしょ、普通。何も今のところ。大丈夫かな、今。日本の美を感じてもらいましょう。いきます。はい。ちくりん。いきたい。はい。いきたいはおかしいけどね。みんな自信あったでしょ。うん。でも本当にハードル上がってるんだよね、みんなの。全然今のところ大丈夫わけよ。全然大丈夫。単純に面白い動画が。ただの真っ白な動画。でも本当に。いきます。うん。セイキン TV。チャンネルバーサルで出たら、そしたら、確かにな、そっちの申請もしかして。まあでも、まあ、ちょっと考えていかなきゃいけないと思うんですよ。今って本当 YouTube 結構厳しくて、まあ、テレビもそうなんですけど、コンプライアンスが本当ね、本当に滝のように流れてくるから、まあそれでも僕らエロそうでエロくないとかやってるんですけど、やっぱこう、まあ、勘違いさせてしまう、誤解を生んでしまうことがやっぱあると思うので、まあ、エロっていうその着眼点に変わりないので、今までエロそうでエロくないとかいろいろやってきたんですけど、まあ、この件があって、うん、まあ明日以降、まあ、こっからの、まあ、こっからの北口ですね、うんうん、まあ、エロを封印しようかなと思います。まあさすがにね、まあそうだね、まあ名残は惜しいんですけど、うん、まあ僕らも大人になったんで、まあ今後一切エロをやめようかなと思います。そうだね、はい。まあというわけで、まあ明日からの動画も引き続き、まあ、健全なチャンネル、健全な北の内として、まあ、見てほしいなと思います、はい。